売り場の野菜は少しずつ季節が進んでいます。お値段店長と見ていきます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。まずはキャベツです。葉がギュッと巻いていて美味しそうですね。そうですね、この時期のキャベツは夏のキャベツより少し葉が硬くなっているので煮込みとかにとっても合うと思いますね。続いて大根です。冬の野菜も少しずつ出てきました。少し朝晩の気温が低くなってきたので、これからはおでんであったりいろんな料理に楽しみな食材の一つですね。そして小松菜です。葉物野菜も続々と出てきてますね。小松菜についてはですね、寒さで霜が降りるとどんどん甘みも増す食材なので、油料理にも合いますし癖がないとってもいいお野菜ですね。最後に新生姜です。色が白くてサイズも大きいですね。新生姜と呼ばれるのは若干早取りあったり取れてすぐ販売しているものを新生姜というふうな呼ぶようですけど、通常の生姜より辛みが少ないのが特徴ですかね。はい、とても美味しいです。今週のおすすめはこちらレモンです。はい、レモンです。愛媛というと柑橘が、非常に有名だと思うんですけど実は愛媛、レモンについてもとっても多く作られてまして、広島に次ぐ生産量を県別で全国2位というふうなところになってますね。全国で2位なんですか。そうですね、店内に並んでいるものって皮が緑色なんですね。一般的にレモンというと黄色を、どうしてもイメージされると思うんですが、国産レモン特にこういう収穫してあまり日にちが経ってないものについて最近注目も高いですしね。はい、とってもみずみずしくていいですよね。レモンといえばビタミン C が豊富で有名ですが、成人男性がだいたい1日 100mg のビタミンが必要と言われてますが、レモン1つで約 20mg のビタミン C が含まれています。レモンにはクエン酸やリモネンという成分が含まれています。疲労回復やリラックス効果が期待できます。保存方法ですが、乾燥しないように1個ずつ新聞紙にくるんでポリ袋に入れて冷蔵庫に入れるのが良いでしょう。約2週間か1ヶ月ほど日持ちします。またスライスしたものはラップでしっかり包み込んでポリ袋に入れて冷蔵庫で保存するようにしてください。今日はそんなレモンを使ったホットレモネードを作ってみましたよ。はやとさん、ぜひ飲んでみてください。はい、香りがとってもいい。いただきます。やっぱフレッシュなレモンを使ってるから味わいと香りがとっても爽やかで抜群にいいですね。そうですね、これは体もしっかり温まるしビタミンも取れてこの季節には嬉しい一杯です。県産のレモンをぜひ普段の食事に加えてみてください。